どうも、おうちです。今回はですね、皆さん、いよいよですね、もう知ってる方も多いんじゃないでしょうか。お正月三が日のセレクトボックスが、なんかね、情報、これリーク情報なのかな？多分そうだと思うんですけど、流れてきましたね。それで、まあもうね、本当にご存知の方多いと思うんですけど、1月1日なんですけど、僕がずっと予測していたジェダイルークが、ここで登場するみたいです。いやー、これは長かったね。ただ、このリーク情報どうなのかな？合ってるのかな？一応ね、その、出てた内容が、こちらですね。はい、こんな感じで、1月の1日が、なんか、スターウォーズシリーズなのかな？で、2日の日が、ヴィランズ・ツム。で、3日の日が、キングダム・ハーツシリーズなのかな？ただね、これ厄介なのが、全26種類。いるんですよ、毎日。なので、結構ね、コイン貯めておかないと、もし1月1日にジェダイルークが再登場するのであれば、非常に出づらいかもしれないです。過去僕がジェダイルークを出した時も、めちゃくちゃ出づらくて、確かね、何体だろう、指折り数えるほどしか出なかったような記憶があるんですよね。で、その他はスキルチケットで育てたんですよ。なので、まあ、1月1日の日にジェダイルークが1体だけでもいいから出れば、もうそれでやめちゃってもいいかもしれないですね。で、2日目なんですけど、2日目にはコイン稼ぎ積む最強のガストン。これも入ってます。やばいよね、今回のラインナップ。去年までのセレクトボックスでは考えられないぐらいのキャラクターたちが勢揃いしてるんですよね。まあ、一番はジェダイルークだよね。これだけずっと引っ張ってきてね。ようやくここで再登場するかもしれないので、皆さんぜひ頑張って、1日までにですね、コインをがっつり貯めておきましょう。まあ、僕の今までの経験だと、もしかしたら100万コインとか貯めてても足りないかもしれないですね。特にまだスキルマになってるキャラクターがあまり持っていない方っていうのは特に出づらいかと思います。なので、できるだけ多くコインを貯めておくこともおすすめします。で、今回はジェダイルークとガストンをちょっとプレイの方してみようかなと思います。まずは1月2日登場予定のガストンを使ってプレイしてみたいと思います。アイテムはコインボーナスだけつけてプレイします。ガストンの場合はスキルマになってから使った方がいいですね。スキルマじゃなければこのキャラクター全然使えないです。コイン稼ぎ積むとしては全く使えない、役に立たない積むになってしまうので、やる場合は必ずスキルマにしてからにしましょう。アイテムの方はコインボーナスだけつけてやります。5から4とかはいらないですね。で、ガストンを使う場合にはスキルレベル6じゃないとコイン稼ぎ積むとしては使えないですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。さあ、どのぐらいいくかな。最高8000コイン、8000、9000近くまでいってるのかな、ガストンでは。それ以上は稼げたことがないんですよね。結構ね、癖のある粒で難しいんですよね、この粒。慣れるまでにはね、時間がかかりますね。そうで、ここが40秒以内で1回目のスキルは発動させた方がいいですね。よいしょ。はい、あとはここからはなるべくループを途切らせないように消していきます。これがね、結構難しいんですよね。で、3回目の時に落ちてくる最中に本来はボムを消しちゃった方がいいですね。で、ボムキャンしてやった方がいいです。1回目、2回目、ここでボムキャンセルして一気に落としちゃって次と、こんな感じですね。あとはもうループですね。とにかく途切れさせない。これがね、慣れるまでね、なかなかね、あ、ボムキャンしてなかった。慣れるまでね、なかなか難しくてね、途中で必ず途切れちゃうんですよね。僕、未だにね、途切れちゃう。で、なるべくここはチェーンをした方がいいんですよ、本来。さあ、どこまで行くかな。よいしょ、ここでボムキャンして、こんな感じですね。あと19秒。よいしょ。これがね、なんかね、途中でね、突っかかっちゃって、こう全部ね、消しきれないんですよね、大体慣れないと。なんかね、引っかかっちゃうんだよね。今うまくいってますけど、なんか20個ぐらいで止まっちゃったりとかするんですよ、引っかかって。
あ、40いきましたね。いいですね。さあさあ、どうがいくか。あーやばい、今みたいになんかねちょっとね突っかかった感じになっちゃう。あーやばい、あー6671コインキャンセルでまあまあ平均このぐらいですね、大体いつも7-8000いったら、おお結構いったなっていう感じですね。そう、ここでねガストンが消えてくれるとちょっとラッキー、美味しい感じですね。さあこれでボーナス付きでどのぐらいいく。おお今回1万超えてきましたね。500コインしか使わないで、おおこんな感じで1万コインとかもらえたりするのですごく効率がいいんですよ。で1プレイ自体がすごく短いんですね、尺が短いので効率よく貯めることができます。だいたいね、あのガストンスキルマーでやると僕の場合で12時間ぐらいで100万コインは稼ぐことができるんですよね。かなり回転率がいいので効率がすごくいいです。はい、続いてこちら1月1日再登場予定のジェダイルークを使ってプレイしてみたいと思います。ジェダイルークの場合はまずこちらですね、ジャイロ機能をオンにした状態でコインボーナスと5から4のアイテムを使ってプレイします。あとジェダイルークは必ずスキルまでやってください。スキルレベル5とかだと全然使えないですね。この辺はガストンと一緒ですね。必ずスキルまでやりましょう。さああとはどのぐらい早くスキルを発動まずできるかですね。よいしょ、いけるかな。あ、いけた。でここで2,3,4,5,6連切りなんですけど、角度がちゃんとなってないと今みたいに消去数が少ないんですよね。だからこの辺の調整が難しいんですよね。よいしょ、1,2,3,4,5,6。なんか消せないね、あんまりあんまり消せないね。1,2,3,4,5,6と、あ、今のでいいかな。27ぐらい消しましたね。これもうまい具合になんかね、ジェダイがたくさん降ってきてくれるとね、結構ループしてくれたりするんですよね。3,4,5,5だったそう、このね6連切りがこれはすごくね難しいんですよ。この1回目にね切るタイミングが間違えるとね、6連切りができないんですよね。なんか5連切りで終わっちゃったりするんですよね。2,3,4,5、28いってますね。このぐらいの角度か。なんかジェダイルートもすごい久しぶりに使うので、よいしょ。さあどんぐらいいくかな。使ってた時は結構ね万超えすることが多かったんですよ、コインボーナスが。あ、コイン枚数か。ボーナスつかないで1万超えることが結構ありましたね。コインボーナスつけるともっといくんですけど、3,4,5。そうで、ガストン今スキルマなのでガストンでコイン稼ぎはしてるんですけど、その前はずっとこのジェダイルークを使ってコイン稼ぎをしてましたね、僕の場合は。このねスキルが発動してる間っていうのはこの時間がね止まってくれるので、結構ねプレイ時間が長いんですよ、1回の。だから効率的にはねガストの方が良かったりしますね1回のプレイ時間長いので。2,3,4,5と、で最初にアイテム5から4とコインボーナスを使うので、その最初に使うコインがね多いんですよね、こっちの場合は。だからある程度高コイン稼がないとガストンより効率が悪いっていう。で時間もこっちの方がかかるので、結果的にはガストンの方がコイン稼ぎ積むとしては使えるんですよね。よいしょ、なんか無言になっちゃうね、ジェダイよし、お、7000いったね。はい、
お、8000はいけますかね、これ。8000いったね。あー、やばい。3、4、5と。9000いくかな。あ、いった。9000いけましたね。お、これ1万いくかな。おお、いったいったいった、1万いきましたね。なんか10代ほんと久しぶりに使うこの好きな発動してる間時間止まってるのすごいありがたいよね。あー、間に合わなかった。おお、でも17,93コインいきましたね。まだボーナスついてないです。さあ、これでボーナスついてどのぐらいいくかですね。1万超えてくるとかなり稼げると思います。さあ、どのぐらいいくか。あ、そんなにつかなかったね11,906 でした。そう、ジェダイはね、結構ね、ハイスコア出せるんですよ、それなりに。はい、こんな感じですね。ジェダイは使いこなせるようになると結構1回でコイン稼ぎすることができるんですけど、1回のプレイが非常に長いので、まあ、僕個人的にはコイン稼ぎをするならガストンの方がおすすめなんですけど、これだけジェダイルーク再登場しなかった粒なので持っておいて損はないと思います。なので、できるだけコインを稼いで1月1日ジェダイルークをゲットできればいいのかなと思います。皆さんもぜひコイン稼ぎ頑張ってみてください。じゃあ今回はここまで。チエでした。いやー、出てくれるといいね。これまだね、予想だからね、多分登場するとは思うんですけど、もうあとは願うしかないですね